曖昧な状態で進むと、なるほどなるほど、無駄出てくるじゃないですか。無駄ですね。シンプルに考えると、うん、結構やらなくていいことやってらっしゃったりするので、はい、それはコツ感にはなるかなと思います。そうですよね。さらに言うと、スポーツチームでなんか地球学導入するところ増えてるんですね。はい、そうですね。地球学で日本の会社変えてってほしいなと。いやいや、地球学チャンネルということで、本日は地球学の取締役の池浦さんお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、地球学ね、もういろいろ話聞いてきましたけど、いやでも本当4年でね、だってあれでしょ、もうあの上場経験者なしでなしでした、行っちゃったんでしょ。でしかもコンサルタント入れず、はい、入れず、入れてもいいんですよコンサルタント。まあそうなんですかね。俺昔やってたから分かるんですけど、あれやんないもいいんですまあまあまあね。だって上場できるのは君がすればいいじゃんって思いません？確かに確かにね、確かにですよね。でどうやってでもやったんですか、4年で上場。ですね、これも一言で言うと、はい、式学通りやったっていうことですなるほど。でもまあ具体的に言うと ね、 そうですよね、まあ、主幹事証券みたいなのが来て、はい、で最初営業がいいこと言ってね、はい、で審査が来て、はい、いろいろ面倒くさいこと言うじゃないですか、はい、それのフィードバックをこの式学的にバーッとこう回して、そうです、そうです、で返すと、え、もうこんなできたんですかみたいな、そうです、そうです、繰り返しです。そうです、あのですね、上場準備で僕その時間かかる系の話で言うと、はい、評価者が誰、でその人が求めてるの何みたいなのが、はいはいはい、曖昧な状態で進むと、なるほどなるほど、無駄出てくるじゃないですか。無駄ですね。外部の経験者がああせいこうせいみたいなのは、はい、ノイズノイズそこまで言ってないですけどこれは分かります。ノイズだってそいつが評価するわけじゃないですからね。おしゃれです、おしゃれです。確かに、まあだから監査法人と、あとまあその主幹事の審査部ですよね、はい、ここクリアすれば、まあ、ここお世話も投資はほぼほぼ OK ですから、はい、まずはそこと、そうですね、いうことですね、はい、あで監査法人との間じゃ逆にそこをじゃあもう明確に定義してくれってことは、逆にネオリアホリ聞いたわけです。そうですね、曖昧なフィードバック来たら、ちょっと逆にこれどうなんですか。あ、それを聞きました。やりました、はい、あだからこれ求められてる、求めますって言われた時に、はい、それって何のルールに基づいてそうなるんでしたっけみたいなのを確認して、もうそれがルール上必要なら、はい、しょうがないですよ。もう目指すしかない。なるほど。でもベターレベルで言ってこられることもあるので、あそれはその調整で、こういう状態まではできます、はい、でもこれ以上は無理です、はい、コスパが合いません。そう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 、そういうのを含めて企業ですからと、はい、そうです。あっていうところで状態定義して、そこを目指す。シンプルに考えると、うん、結構やらなくていいことやってらっしゃったりするので、はい、それはコツ感にはなるかなと思います。そうですよね。いや大体ね、あのね、上場審査でやらなくていいこといっぱいやらされて、途中で挫折しちゃう中小企業多いんですよ、はい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 、でそもそも上場必要なのかってとこからスタートですからね。はい、式学はまあ必要だったと思う。そうです。怪しいです。怪しいです。俺最初アンドさんこういうの始めたんです。メールまたです。これ宗教だろうと思ってしばらく距離置いてますから、ね。でもその後何かの用事アンドさんの本人がこれ結構いいなと思って、これ引用させてもらっていいってメールしたんですよ。なんか聞きました。そうそう。それからあの結構ね、式学さんといろいろやらせていただいて、いやもう本当に、ね、自分の中でこう回してやったつもりですけど、まあそういうまあループの速さ、そうですね、こう掘りの深さ。ここですかね。そうですね。 あとはその式学の考え方自体が結構上場と親和性はあったなと思ってて、ね、確かにそうですね。なんか東証さんの審査のタイミングで、うん、でも結果式学さんって何やってるか分かんないんですよねって審査官の方に言われたんで、実際にコンサルでやってる内容を少しお話説明させてもらったんですよ、はいはい、でそのテーマは、まあ、個々のルールは尊重せず、はい、ここは組織のルールに合わせなさいっていう、はいはい、まあ、メソッドがあるんですけど、はい、その話をさせてもらった時に、うん、審査官の方からの返しは、はい、なんかその僕らが審査でチェックしている項目とか考え方に結構似てますねっていうコメントをいただいた、はいはい、おー、なるほど。いやでもすごいですけども、その素人集団で4年で一気にここまで行って、でこれ今マザーズですけど、はい、ね、いずれはもっと、ね、上場市場外もね、はい、目指せるんじゃないか、まあね、顧客もすごい増えてると、顧客規模もね、さらに言うとスポーツチームでなんか地球学導入するところ増えてる、はい、ね、そうですね、勝てる組織ができると。そうですね、チーム自体、地球学やっぱもう一つはそのスポーツとの親和性っていうと、勝ち負けはっきりするじゃないですか、はい、そうですね、はい、なんでその勝てるチーム作り、うん、そこでチームも強くするし、はい、経営も立て直すと、うん、さらにこう地球学の有用性の証明ができるとか、だそういう意味で、こう、式学ってもこうあるルールに基づいてね、はい、みんなフラットな状態でこういろんなもの出し合って、はい、でルールに基づいてこう整理して、はい、でそれがこう結果で返ってくるじゃないですか、はい、非常に大事ですよね。大事ですね。なんで日本はそれをやらないのか。いや、それは長明さん、なんでですか、逆に。なんでですか。いや、個々人はいいもの持ってるんですよ。変な、こう、ちょっとそのプライドというかね、はい、そうですね、そういうのがあるので、もうこれちょっと式学で日本の会社変えてってほしいなと。いやいや、それはそうですね。ね。はい、大体、まあ、あの、現場はすごいいい技術持ってても、あの経営層がぼやぼやしてて、でもせっかくいいものをこう捨てちゃうみたいな、ここから多分流れ変わってくると思うんですけど、
なんかまあよく言われるのは、なんでこれまで流行ってなかったんですかっていうのを言われるときに、はいはい、その社会性って、うん、いいって言う人の数で決まるじゃないですか。はいはい、で、色学って少しこうピラミッド層で言うと、はい、下の皆さんにとっては少し耳障りが一見悪いようなことも結構言うので、そうですね、それで言うとその多数決で言うと負けるロジックやったと思うんですけど、確かにここからはですね、はい、その皆さん一人一人がこう成長とか成果とかにコミットしていく世の中に多分なっていくので、でしょうね、そうなっていくと国語、数学、理科、式学は実現しやすい。なるほど ね、特に在宅はもうめちゃくちゃ相性いいですね。あ、やっぱり、はい、僕らやっぱルールとか評価っていう観点で言うと、まあまあルールが明確じゃないと、いち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 スラックでこれどうしますみたいなコミュニケーション発生するじゃないですか。出た。でもルール整備してると淡々粛々とみんな評価してるっていうのが一つと、あと評価の観点っていうと、頑張る姿ってもうもはや見えないですよね、在宅だと。確かに。まあ、会社さんによってはずっと常時接続してるとか最悪ですね監視カメラみたいなってことね。そうそうそうはい、はい、最悪のやつだから、ね、そういうのあるんですけど、はい、僕らは結果でのみ評価するので、はい、なのでそのプロセスにいちいち監視してなくてもその結果というものの評価を平等にやっていくっていうところ。いいですね、時代がついてきたね。いや、そうですね、いい感じですね。たまたまですけど、まあ、今回だからそういう意味でね、そのあのアフターコロナでね、どんな産業出てくるかってすごい見てるんですけど、はい、式学もバッチリですね、それ、ね、いや、そう思います、実はね、はい、めちゃくちゃ相性いいと思います。いいですね、はい、これ導入してない会社をそろそろ考えた方がいいんじゃないか。今オペレーター3倍にして待ってるらしいですあ、でも電話で問い合わせできないんで。いけるよね。一応できる。オペレーター3倍でお待ちしてますんで。コンサルタントも倍増させて。倍増させてお待ちしてるらしいので。はい。本当にね。はい、いや本当新しい。すいません。ちょっと調子に乗りすぎた。いやいやいや。大丈夫。乗せられた。機関に証券来ないから大丈夫です。来たら俺が問い合わせます。パスでやりますので、ね。はい。ということで、じゃあまたぜひ面白いお話聞かせてください。はい、ありがとうございました。式学チャンネルでした。今日も式学チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。最後にチャンネル登録をお願いします。